ヘローから今日ピシったかなーって。おヘローも実況する？じゃちょっとやってみる。じゃあもう一個ね。じゃあもう一個、これパート2ですね。これパート2で、これはね、2016年2月13日10時投稿ですね。この辺からあの予約機能を使い始めてますね。どうでもいいですね。ではでは、こんな感じ。じゃあ行ってみよう。2だ、パート2だ。最初はキョンピかな。2回目か。自陣のってとこか。いい声だな。あ、相手500枚取ってる。あ、いい声だな。パシャパシャするのでは。パシャっちゃうのかね。画質悪い。もうね、何あげてもね、画質悪い悪いって。もう内容褒めてくれよ。お、さっきこの辺にいたんだよね。いやでも誰かな。臭いよ。あ、この時もうランさんいるんだ。取られたら塗られる気がする。自画自賛。どこだろう。ほうほう。どこだろう。パート2迷ったね。どこだろうな。パート2は迷った。この辺とかでもいいのよね。この回のキョンピはそこまでかっこよくないのね。もしくは、こんな隅っこ。うん、いい声だなーって。うん。これだけちゃんと乗っとく、意外とわかんないかもしれない。あ、この時もチア入ってる。鬼側には塗り禁止の人が入ってますって。これもうチア入ってんね。水管、あと1分しかない。いや、多分4人入ってるから、多分チア入ってるよ。塗り禁止がいますって言ってる。多分チアいるんじゃない？ 4 人いるよ、ここ。早かった。そっか。ふんふん。ここしっかり行っとこう。壁塗りをちょっとしてる。頑張ってる。しっかり行っとこう。しっかり乗っとこう。よし。おー、乗ってる乗ってる。あ、覚えてない。細かいドラ君がメインだから覚えてないな。塗りが何やったっけ。塗りがここからも癒しあったよ。この時のチアのイメージは紛らわしいってイメージが強かったね。あ、私の必勝法として移動っていいと思うんだよな。いやーダメか。この頃から見栄えを気にしてますよ。よし、見栄え気にしてます、ね、こんなに。あれみんな髪塗ってんのかな。これドラ君がね定点いるからね。濡れてないのよ、下。全然。だから、キョンピ頑張って塗ってんの、これ。え？全然寝てないよ。なんで？みんな、もう、隠れ場所見つけて、潜んでんのかね。ドラ君。ドラ君。わ、どうしよう。もう、もう塗ってる、塗ってる。スタート。ポン！え？さ、こっからか。全然塗ってなかったな。あ、この時全ステージ3分だね。まだ3分だね。うんうん。焦ってる。分かった。俺に託した実況ラスでしょ、鏡って。いやな、見栄え大事だよな。もう怖い、もう怖い。ここのあーさ、普通に怖いよね。この動画以降ね、あーのね、今の悲鳴はね、上げないようにしてる。ここのあーめちゃくちゃ怖いのね。この上ね、うんって言ってる人いる。怖いよね、もう使わない。うん、悲鳴としてはいいんだけど。乗り、よっしゃ。おと見せながら自陣で待ってよ。いた、いたいた、いる。自陣で待ってるぞ。あ、ここで来んなやって言われてる。でも聞こえてないから。移動なんか絶対するもんか。ドラ君は、ただここで、ね、多分ドラ君見えてないよ、キョンピ。普通に多分見てる。上にいるチア見てる。あれマジ怖えな。ここにいる、ここにいる、ここにチアがいる。なんだあのピョンピョン。あれ怖えな。そう、あの鬼の赤字、鬼に見つかったっていうのを赤字にしてるんだけど、怖いってんでピンクにしてる最近。オラ塗られてる。あ、ダメだ、あれ逃げ場ないんじゃないか。来た、どうする。来た、左から右、右に、左に来てる。バケツが来てる。この時はチア可愛いじゃなかったね。紛らわしいだったね。いや無理じゃねえ、どうしよう。来たよ、来たよ。ここにはラノさんとドラ君とキョンピがいるんだな。さあ筆もいるのか。じゃあ鬼3人いるんだこの時。さ、鬼3人だ。降りない、降りない、降りるのやめる。ああ、ああ、バレるな、バレるな、バレるな。ふじゃ、びっくりした。優柔不断、普通に優柔不断。カットしてる。
正直この回のキョンピはおまけです。ちくしょうんうん、ちくしょうするよねって。でもね、一人残った。鬼3人だからな。生き残ってん1人。あ、ドラ君おめでとう。おめでとうございます。あ、ここまあまあグダってるからね。早かったからね。いやー、どん、あ、ドラ君おめでとう。いや、おめでとうございます。お、ペイント映ってる。ズルです。さすがじゃん、やるね。ほう、で、ここでせっかくなので、初別視点。お、ドラクン視点ですね。ドラクン視点ですね。壁ありだっけ？どうなんだろう。いまいちわかんないんだけど。お、渋いぜ、イケボやぜ。ありだけどブクブクするから見つかるので貼って話になってる。まあ、本当はドラクンの放送ね、ここに字幕があるんだけど。見えないようにしてます。うん、名前出ちゃってるからね。 SP はなしなんだよね。俺バリアだから SP でいくつも出ないけど。ふんふんふん、豆だねドラク。豆なのね。入れてきダイナも重宝するな。ダイナもね、ローラー用。隠れる側はルールが不明瞭なところで売ってる人もいる。ああ、まだルールが決まってない時、そうなってくるよね。字幕が頑張ってないですこの時。ほうほうほう、あれキョンピだね。左のこれキョンピだね。ここでひらめいたのか。最初からここに隠れるな、いる気だったのかな。もう動きない。動きない、動きない。ギリギリ、あーあー、まずい。焦るドラ君レアです。ドラ君若葉だよ、ずっと若葉。ボムうめえぞ。ポン。キリキリ。うわあ、これなあ。これなあ。これなあ。もうドラ君見てないもんね、鬼ね。もう外側見てるもんね。あ、怖い。ああ。さあ、カットです。この辺から鬼が来るかな。あ、さあ、キュン来んなや。来んなや。ひどい。ドラゴンが来るなって言ってる。ひどい。なんで俺のとこ来るわけ。実は見てなかったです。くんだよっていう、ひどい。めちゃくちゃ怖いな。あ、音入れてる。ほら、狙われてる。あ、ダメだ、リファないんじゃない。来た、どうする。クルス、この枠の活動限界まであと3分になりました。全然動じない。いや、無理じゃねえ、どうしよう。来たよ、来たよ、来たよ。動じない、ドラ君動じない。あ、来た来た。降りない、降りない、降りるのやめる。うおバレるな、バレるな、バレるな。やっそー、やられました。そしてここで生き残る。わや、ギリギリ。うわこれよな。ちなみに焦る、こんな生き残り方するのって過去に動画ないのよね。ああ、あ、ランさんが一回あったかな。でもこんな隅っこはないね。
いやーすごい、やめろよ、測ったかのような生き残りだね。これはお前も死んでんだろ。これファインプレイ、ファインプレイ、かなりファインプレイです。やめてよ、やめて、やめてください。後ろではね、もういじめられてるんですよ。みんななんかもうシューターで撃ってきてるのね。どうだろう、どうだろう、初代定点勝利か。やめろよ。そうか、必勝法この時もあったのか。じゃあ、あのじゃあ、いける、ピョンピョンが俺の付近にいて、いける、びっくりしちゃって移動しちゃったんだよ。本当に目から上がってやった。おー、2話で必勝あったのね、定点勝利は。おー、キョンピなら動くな、動く、キョンピなら動く。でも、ね、確かに一人いたかった、俺だ。ほう、ね、ドラ君おめでとう。おめでとうございます。という感じですね。へえ。なんだよ、定点なんかはあれだよ、難しいよ。笑い声いいねって、これ多分ね、もう隠しきれない喜びがあったね。めっちゃ喜んでるね。そう、ひらめが若団長のランナさんが定点のやつだね。うんうん、ギリギリ塗られそうだったけど塗られなかったってやつがね。うんうんうん。しかし2話なんだなぁ。珍しい、ドラ君大興奮です。あ、ドラ君がコメントありますね。何？あ、自慢してんのかな？お、自慢してるわ。かわいいわ。ドキュメンタリーっぽいって。いや、普通に裏話だよね。チア、あのぴょんぴょん扱い、あのぴょんぴょんだよ。まだ、チアって名称なかったんじゃないかな。あ、あってたっけ？もしか、チアって言っても、伝わんないと思って言ってないのかな？なんだろうか。ふんふん。かなぁ。だって、まだチアじゃなかったか？いつからだ？でも、チアという発想はあったと思ったね。名前なかった。あ、傍観者。懐かしい。傍観者か。そうだ、そうだ。傍観者か。そうだ。あ、チアってことあった？あ、本当に？あ、そうか。そうだっけか。覚えてないや。うん。なんか、最初、傍観者と見てなさい、みたいな。特等席で見る方って感じだったね。チアって何から来たの？は、ドラキラくんが、あのね、クイックボムで、ドッジボールやろうぜって、言ってて、クイボドッジボールってのをやってて、やってたんだけども、クイボ以外の、塗りは禁止だったのね。でも足元が塗れないから、どうしようってなった時に、上から、塗り役が欲しいってなったの。その時に、筆系がすごい有能で、私、北斎振ったんだけども、あ、すごいなんか、やりやすいわーってなって、筆持って、さ、振ってて、頑張って頑張ってって言ってたら、チアって言われるようになって、チアチアって言うようになった。うんうん。かな。確かこうじゃなかったっけ？悪夢の食いぼどっち、S プラスが蹂躙してったね。感じだったね。その後だった気がする。最初スプラトゥーンで正規の遊び方をじゃなくて別の遊びしようぜって言ったのがドラ君。うんうん。その後に始めたのがこれだね。うんうん。多分クイボどっちのあるかもしれない。探してみる。あるかもしれない。撮った記憶があるな。まああったらあったで。うんうん。多分あると思う。探したらあるかも。だって、もう、一番最初の視点だね。この時にドラ君に、すいません、動画撮りたいんで、ドラ君の生放送を使わせていただいてもよろしいでしょうか？いいっすかねーって言いに行って、ドラ君に、ええよって普通に返されて、あ、いいんだー。優しいなー。ドラ君はすぐ協力してくれるからね。ありがたいね。私は感謝でいっぱいです。うん。ですです。へい。どこだ？あ、いた、いた、ほんとだ。あ、ほんとだ。あ、もう、あったね、表記ね。補欠イコールチア。そう。何気なくチアという言葉を流行らせようとしたのがありますね。じゃあ、いや、多分、チアって言葉流行らせようとしたんだと思う。ちょっとね。はい。以上です。
へえ、なんか懐かしいな。こんな感じ？